こんにちは、田辺世良島里奈です。今日はですね、基地にあるサリーヒルズというところに来ております。旅する足。サリーヒルズはなんかカフェとか雑貨屋さんとかパン屋さんとかいろいろおしゃれなのがたくさんあるんですけど、今日はボークストリートベーカリーっていうパン屋さんに行きたいと思います。ここずっと行きたいと思ってたんですけど、ボークストリートベーカリーはシドニーに10店舗以上ある結構お店がたくさんあるところなんですけど、今日行くサリーヒルズのところが一番最初のお店だそうです。でちなみにあのフワちゃんが今年が2022年の年末から2023年の年明けの時までなんかシドニーに来てたっぽいんですけど、その時に行ってたお店です。お席が空いてるね。書いてあるよ。本当だ、これ反対側から撮んない。本当だ。ポテトだって。ポテトとローズマリー。これもめっちゃ美味しそうだね。ミスターなのでホットクロスバンズが出ます。可愛い。指先ベイク。指先ベイク。指先ベイク。無事にパンをゲットしました。今からちょっと丘のところに行きたいと思います。どこですか。丘のところって何ですか。サーキュラーキーにやってまいりました。イエーイ。ここから歩いて、わでかいね、なんかこれ初めていい景色のが見える。他に行きたいと思います。すごい人いっぱいいるんだけど、なんかイベントがあるみたいだね。緑のチームの大会の何のやつ。すごいもんだって並んでるもん。何やん。今日はイベントだそうです。緑のサーキュラーキーにはこのでっかい船がよく止まってるんですけど、マジででかい。すごいよね。いいな、マジででかい。これ動画とか写真で見るより明らかに実際見た方がでかい。すごいな。休日にシティに来るってことあんまないから分かんないかったけど、人がすごい。緑かな。タイプ緑じゃないよ。熱っ。え、こんなのあったの。外が可愛い。お店もいろいろ。シンデレラのさ、見て見て見て、靴合わせやってるから。そこそこそこ。本当だ。シンデレラ。ウェディング服とか。わあ、すごい。今から行くところはザロックスを抜けてもうちょっと歩いたところにあります。日陰でいいね。あ、のオブザーバトリーパークっていうところに行きます。今ここでこれピーンって。すごい、ザロックスと言われるだけある。岩ここですね。案内がちゃんとありますよ。ここを上がっていきます。階段を上るとちゃんと表示があります。穏やかな公園に
到着いたしました。 Welcome to Observatory 5。 それでは皆様にここから見える景色をお見せいたします。たらーん、こんな感じです。皆さん見てください、橋が見えますよ。ちょっと暑いので日陰に行きたいと思います。こんな感じでいます。人が暑すぎ。ここで日陰でいただきます。おも、おも、また変わった形やな。本当だね、コロンとしてるね、うん、この2つを買いました。美しい。いただきます。どうぞ。ああ、これクロワッサンじゃないな。何？違うの。チケット。うん。水分多い。うん、しっとりだね。こんな感じです。うまそうやな。うん、めっちゃポロポロ中。本当だ。ほっくりけ。ほっくりでしょ？うん。ちょっと好みとは違うわ。うん、美味しいよ。中のクリームのところのさ、アーモンドがちょっとサクサクしてる。もう次は次は。うんうん。続いて、こちらは、レーズンのクロワッサン。うん。なんかね、レモン？柑橘系の味がする。へー、あ、これなんか黄色いのっとんね。ほんとだ、だからかレモンピールみたいな。なんかなんだろう、このクロワッサンちょっとしっとり。それもしっとりしてんの。うん、いや周りがハクハクだけど中はしっとり。うん、これの方がうまい。ほんと？もう結構甘くない？これ甘すぎるね。え、ちょっと甘すぎる。両方甘いやつ買っちゃいました。今日はこれは甘すぎる。何踏んだんかいくん。ネバネバするすげーネバネバ。やったな、納豆みたいな。今下から上がってきたんですけど、こっちを右に行っても行けそうなので戻るときはこちら側に行ってみたいと思います。行っちゃうやん。右のここに足跡つけててフントスタンプ。どこだこれ。足、オーストラリア人は足でかいからさ、こんなの人よりこれ。あ、そういうこと？こんなとこまで俺行ける。俺上がるよみたいなこと。いや、ほんとだね。みんなじゃん。頑張れ頑張れ。平気そうな顔したけどね、よく聞いてなったんですけど。めちゃくちゃ痛い。足いってんじゃん。ストレッチしてからやらなかった。やったわ、これ。ちょっとマジで。普通に負傷したこれ。この通りに出てきました。パブがいっぱいあります。ここに半年ぐらい前にこのパブに来ました。オーストラリアンホテル。ここはなんかクロコダイルのピザとかがあったりして面白い。うん、なんかこの階段を降りていきます。階段を降りていきます。それでは街中の方に戻っていきたいと思います。一気に人が増えるね。すごいね、すごい
かマーケットがすごい並んでる。あ、かわいい。可愛いポストカードある。あ、自分でかけんだ。へえ。可愛らしい。ほら、上のガチョウさん。あ、こっちか。うん。おいしょ。おいしょ。横顔がぺったんこ。